ございます。2020年11月14日の土曜日です。ここですね、岐阜県の中津川市にやってきました。昨日の夜から前乗りしまして、この後ろのホテルですね、こちらに、一泊しまして、今日は朝から行動しようと思いまして、ここに。で、気温が今5度ぐらいで、コートだと正直寒いぐらいの気温です。もう昨日来た時は辺り一帯真っ暗だったんで、ここの様子がどんな感じか分からなかったんですけど、今日が出てきて結構もう裏の山とかも色づいてますんで、結構いい感じで、紅葉が見られるのかなと思います。で、今日明日ですね、この東海地方を回って、紅葉の紹介できればなというふうに思ってますんで、なかなか都内からだいたいここまで来るのに300キロぐらいありましたんで、来られる場所でもないのかなと思いますんで、ぜひ、来たことない方、興味のある方もそうなんですけど、またご覧いただいて、観光した気分になっていただくなり、旅の参考にしていただければなと思いますんで、ぜひ、ご覧いただければなと思います。では行ってきます。東京から馬込宿は中央自動車道経由で約300キロ、新宿からの高速バスの所要時間が中津川インターまでが4時間半、そこからバスまたはタクシーで木曽方面に20分なので、マイカーでも最低で5時間はかかります。また鉄道を利用すると東京駅から新幹線で名古屋駅経由、ワイドビュー市なので中津川駅まで50分なので計3時間弱です。また新宿駅から中央本線経由でも行くことができて、特急あずさで塩尻駅、さらにワイドビュー市なので中津川駅まで4時間の道のりです。東海道、日光街道、奥州街道、甲州街道とともに江戸の日本橋を起点に伸びる五街道の一つだった中山道、木曽を通るので木曽路とも呼ばれ、参勤交代や大名、皇族のお越し入れにも盛んに利用されました。中山道は全行程が約540キロの街道に69箇所の宿場が置かれており、そのうちの11宿が木曽にありました。大雨から守るために敷かれた石畳や、宿場に敵の侵入を防ぐために街道を鍵の手に曲げた枡形などが当時の雰囲気を漂わせています。石畳の坂が特徴的な宿場町である馬込宿は、日本橋を起点に43番目の宿場です。木曽11宿の最南端にあたり、箕面川の入り口として栄え、狭い中山道の両側に軒を連ねる集落は江戸時代の面影を今に残します。馬込宿はかつて長野県木曽郡山口村に属していましたが、2005年2月の越県合併により岐阜県中津川市となりました。1895年、明治28年と1915年、大正4年の火災により江戸時代からの古い町並みは石畳と先ほどの枡形を残して全てが焼失、その後の復元により現在の姿になりました。作家の島崎藤村はこの馬込宿で本陣、庄屋、問屋を兼ねていた島崎家の出身です。今回は時間の都合で記念館に入ることはありませんでしたが、9歳で上京するまではこの馬込で育ったようです。
苗木城跡は馬込宿と同じ中津川市内にあります。馬込宿からは車で30分ほど、市街地からは少し離れますが市内中央に位置します。苗木とは中津川市の地名で、戦国時代の1526年に地元の遠山氏がこの地に城を築きました。戦乱の時代から明治維新まで12代にわたり苗木領を治めていた遠山氏、天然の巨岩を利用して石垣が構築された全国でも珍しい城です。この後に出てくる天守台や大屋倉の岩を抱きかかえるように積まれた石垣と紅葉のコントラストは見応えがありました。下の看板で650メートルだったんですけど、普通にこのような形で、山道を、歩かされるような感じで進んでいきます。あれが、天守閣、一応展望台もありまして、あそこを目指して、進むような形になります。見事な竹林ですね。こっちの方がさっきより全貌がしっかり見えますし、葉っぱも色づいてていい雰囲気が出てますね。もう今結構上まで登ってきちゃったんで、あんまりあの天守閣があった位置が高いイメージがないんですが、それなりに市街地からは上がってますんで標高はあると思います。結構あの気温も上がってきてまして、朝まあ7時8時の時点は気温が4度5度だったんですけど、今中津川の気温を調べたらもう18度ありますんで、やっぱり朝より、まあ、13、4度上がってることが分かりますし、日もガンガン照ってますんで気温以上に、まあ歩いてると爽やかなんですけど、やっぱり日が当たる場所はもう汗ばんできて、まあそんな中で、まあ、紅葉も楽しんでるような感じです。
天守跡に設けられた展望台は土地の確保が困難だった当時の様子を復元したもので、岩に柱を立てるための穴を開けて清水の舞台のように掛け作りにするなど工夫されていたようです。これが先ほど車を置いた第三駐車場で、これを右にずっと進んでいくと、ここでまず写真が撮れるスポット、その先がここですね。でこの後また右に大回りをして、この天守閣跡に行けるというわけです。